中島なつみです。るりこです。今回は75周年を記念して私たち2人でベスパの魅力を伝えていきたいと思います。そもそもベスパを作ってるピアチオ社さんって飛行機メーカーだったと思うんだけど、なんでスクーターを作り始めたんだろう。そもそも、飛行機を作ってるんだけど、それよりも船の建具だとかトラックだとか鉄道車両っていうのを作ってる会社をピアチオさんっていう、人の名前ですね、がもともとそういう会社をやっていて、で第一次世界大戦の時にはもう飛行機をすでに作ってたんですよ。で第二次世界大戦の時にはもうさらに大きい会社になってたのね。新しいもの作ろうってなって、つまりモビリティを作ろうってなって作ったのがベスパだったの。誰でも乗りやすい。それからピアチオの技術を使う、その飛行機とかを作ってたから、その飛行機で使ってる車輪、タイヤの技術をそのまま使ったりとかしてて、あとは、当時は道がちょっと悪いところも多かったから、パンクしちゃった時に簡単に修理ができるようにする、そしてオイル汚れ、バイクに乗ってるとさ、今はそんなことないんだけど、チェーンのオイルが飛び散ったりだとかして洋服が汚れちゃうっていうのもあったから、そういうのをなくす設計、で最後に女性が乗れる、つまりスカートとかハイヒールでも乗れる二輪車を作るっていうのが、いろんな条件があってできたのがベスパだったの。ベスパって女性が乗ってるっていうイメージが強くない？バイクってやっぱりまたがる乗り物だから、スカートでは乗れないでしょ？でもまたがらなくていい設計になっていたり、あとはハイヒールでもギアの操作が不要なハンドシフトを採用されていたり、エンジンを車体の後ろにしてチェーンを使わない構造、これって今のスクーターでもこの技術って採用されていると思うんだけど、スイングユニット式っていう構造で、これはピアチオさんが最初に開発した技術なんだって。なるほど、すごい。それがだって今さ、全世界的にもさ採用されてるわけだもんね。ずっと使われてるから、これってすごいことだよね。だから現地の人たちにとってベスパって生活の一部なんだなってすごい思った。特に女性が乗ってるイメージっていうと、このローマの休日？あるよね。そういうイメージめちゃくちゃある。オードリー・ヘップバーンさんが乗っているようなイメージ。正直ね、ちょっと映画は見たことないんだけど、見たことなくてもなんか、あれねってわかるよね。本当に有名なシーンだもんね。で本当にもうその映画がきっかけで、こう世界にね知れ渡って、世界生産もローマの休日の映画をきっかけにこうブワッと広がった感じなのかな。すごい。やっぱスクーターって、一般的にはやっぱり 50cc のイメージがすごい強いと思うんですよ。それってベスパが最初ね 100cc を発売してたんだけど、その後50cc を開発して発売したことによって、より乗りやすくなって、誰もが ね、 そうだね。でそっから世界中に広がってったから、なんとなくスクーターって 50cc だよねっていうイメージが定着しちゃったんですよ。Vespa dà fiducia perché nasce dalla progettazione più moderna, dalla tecnologia più progredita. E allora vai con Vespa. Vespa è sicura perché supera i collaudi più rigorosi e le prove più impegnative e massacranti. E allora vai con Vespa. Vespa è libera perché nasce in tutto il mondo per i giovani di tutto il mondo.E allora, vai con Vespa! Vespa, un prodotto Piaggio. そうで、日本にはその後、
1980年代に、まあ、ベスパは爆発的にヒットしたんですけど、そうだからそこから、うん、もうちょっとイメージ変わってない人もしかしたら私たちのお父さん世代の人はいるのかなって感じじゃない、うん、そうだね、多分いまだにベスパって聞くと、うん、なんかツーストのこうハンドシフトなんでしょって思われてる方も、うんうん、もしかしたらいるかもしれないんだけど、うんうん、今はあのより乗りやすくなって CVT っていうねあの技術を採用していて、今はもうハンドシフトじゃなくなってて、うんうん、より誰でも乗りやすいような乗り物になってるんじゃないかなって思います。気軽に乗りたいよね、うん、気軽に乗りたい街中走るなら気軽にね、うん、おしゃれして乗りたいよね。そう、うん、ベスパって感じ。そうそうそう、色味とかもさ、うん、カラフルだったりするし、うん、その写真を撮りたくなるようなスクーターってイメージあるかも、うん、軽い普通。なっちゃん、ベスパって意味を知ってる？あ、知ってる、うんうん、だけどもしかしたら動画見てる人は知らない人いるかもしれない、うん、ベスパがどういう意味なのか。そうだよね、実はベスパってイタリア語でスズメバチっていう意味なんだよね、うん、ベスパのお尻のフォルムがスズメバチのお尻に似ていることからそういった名前がついてるんだよね。あとベスパの特徴といえばスチールモノコックだと私は思ってて、うん、こうボディ自体がフレームになっているっていうのは、うん、ピアッチオ社がもともと飛行機を作っていたっていうところからつながっていて、うん、他のスクーターのイメージってフレームにプラスチックのカバーをつけるっていうのが、うん、まあ、一般的なイメージだと思うんだけど、うん、ボディ自体がもうフレームになっちゃってるっていうのは、ベスパが始まった時から変わってない、ずっとスチールモノコックを続けてるっていうのは、うん、歴史も感じるけど、もうそれはベスパならではの特徴であり良さであるから、私はこれからもそれ変わらずにいてほしいなっていうのは、まあきっと変わることはないんだろうけど。そうだね、あとはなんといってもフロントの肩持ちサスペンションだよね。あれって飛行機の着陸装置の技術を使っていて、うん、すぐにパンク修理がしやすいっていうメリットがあるんだよね、うん、あ、確かにこう反対側サスペンションがない側から見ると、うん、あれどうやってタイヤついてんのって、ね、やっぱりバイクってさ、うん、両側にサスペンションがついてるものって思い込んでたから、うんうん、確かに両側についてなかったらパンクしてもこう、うん、買いやすいよね。ビュンってやったらブーンってやったら確かに。ベスパシーゴーベスパシーゴー。Modelli giovani per la vita dei giovani. Vespa primavera, viva, moderna, elegantissima. Vespa 50, senza targa, senza patente. Vespa は2つの、大きく分けて2つの種類が発売されています。一つはスモールボディといって街中での移動を目的としています。もう一つはラージボディといってもう少し長い距離、街から街の移動をイメージしてるんだけど、もうね、聞いただけで分かる通り、もう車体がちょっとちっちゃいのと大きいのとっていう感じなんですよね。で、スモールボディの方はプリマベーラという車両名で、125cc と 150cc の2つの排気量で発売されています。こっちのプリマベーラの方は限定モデルもすごく多くて、うん、そうだね、で今ね、最近発売されたのだとピクニックっていう車両が発売されたばっかで、うん、このルリコちゃんが今着ているこの T シャツのカラーリングによく似た、本当にピクニックに出かけたくなるような、うん、まさにの車両が販売されています、うん、そしてもう一つラージボディの方は GTS といって、うん、まあ、グランドツーリングですね、うん、より、パワフルで長い距離を走れるっていう車両なんですけれども、うん、前後ディスクブレーキになっていて、で後ろのサスペンションも2本になってるんですよ、うん、ちょこちょこっていうお出かけよりかはしっかりメリハリをつけて安定感があって走れるという車両になっています、うん、今回私たち2人は3台乗り比べさせてもらいました。
一つは75周年記念車のプリマベーラ、うん、でもう一つはさっき言ったピクニック、うん、で最後にもう一つ GTS300 です。その車両がそれぞれどんな感じだったのか、皆さんにお伝えしていきます。はい、まずは75周年記念車のプリマベーラ、この間乗ったやつなんだけど、うん、まずそもそも75周年記念車っていうのは1940年代の流行カラーのイエローメタリックを現代風にアレンジした色味となっています。あの色すっごいおしゃれだよね。そう、なんか輝いてるおーって感じだから結構ゴージャスで、うん、でもなんかこうすごいこう眩しいってわけではなくて、うん、大人なゴージャス感のある色味だよね、うんうん、やっぱり街中で走るっていうと 125cc って最強だなと思って、うん、やっぱ軽いし、うん、扱いやすいし、でもパワー不足とかも一切思わないから、でもあのベスパのおしゃれ感があるからね、銀座とかの方走ったんだよね、うん、なんかあれ私結構都会人かなみたいななんかそういう特別な気分をこう味わせてくれたなって感じだった。続いて同じくプリマベーラのピクニックにも試乗したんですけど、うんうん、こちらは 150cc のモデルとなっています、うん、でカラーリングが本当見て分かる通りとっても可愛くて、こちらリラックスグリーンっていうカラーリングの名前なんですけど、イタリアでポピュラーなドリンクであるミントラテっていうミントティーにミルクを入れた飲み物、うん、そのなんか色味にこうイメージされて、うん、今回のこのリラックスグリーンになったんだけど、うん、あのこれが他に全然ないじゃん。そう、すごい目立つ。目立つよね、うんうん、しかも可愛い。可愛い。なんか絶妙な、うん、ここあいいとこついてくるみたいなピクニックのイメージとしては、うん、気軽に乗って、うん、で街の喧騒からちょっと離れて自然の中でリラックスしましょうみたいな、うん、そんな風に乗ってほしいなっていう思いを込められて作られました、うん、で本当にね、このリア の, あの塔のケース、うんうんうん、普段おしゃれなインスタグラマーが持ってるピクニックバッグあるじゃない、ね、なんか、うんうん、本当にまさにそれ、ね、で、うん、えみたいな。でしかも革のベルトもついてて、うん、おしゃれすぎて。おしゃれだよね。なんかあれあのままポッて外してさ、もうなんかレジャーシートの上乗っけたらもうインスタ映えみたいな。そう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 、ね、感じだよね。目は GTS300 に乗ったよね。あの GTS300 は75周年の GTS とカラーリングが違うだけでボディはほぼ一緒ってなっています。ベスパの中でも一番スポーティーなモデルとなっていて、うん、ここのネクタイの部分がすごい特徴的なんだけど、うんうん、このネクタイのところの部分のホンカバーっていうところにイエローの差し色が入っていて、うん、スポーティー感をこう出していたりとか、ボディ色は2色あって、うん、ブラックとグレーの2色があります。これはちょっと大人っぽいイメージだよね、うんうん、やっぱりこの 300cc になったということで、うんうん、より力強さも感じるし、うんうん、スクーターなのにこんなにしっかり走るんだっていうのを思った、うん、そうそう。で、やっぱりサスも後ろは2本になってるし、うん、ディスクブレーキもついてたりとかして、うん、メリハリのある操作、うん、運転ができるなっていうのに私はちょっと驚いた、うん、そうだね。私高速も何回か乗ったことがあるんだけど、うんうん、
あれ高速の時の加速って結構ちょっと怖かったりするじゃん、うんうん、力がなかったりするとでもこの GTS300 は本当にパワフルだから、うん、高速の合流時も全くストレスなくこう合流できるしあとはこう流れに沿ってね、うん、普通に走れるから、うん、これなんかスクーターだけど何にもこう不自由がないっていうかねいいよね確かにあの去年、うん、私とルリコちゃんとかと大人数で、うんツーリングに行って、うん、その中の1台にこの GTS300 が、うん、あの乗ってる女の子もいたんですけれども、うん、私たち他の子は全員あの大型車両に乗ってたんですよ、うんそうだね、だから一つだけスクーターだし 300cc だし、うん、ついてこれるかなってちょっと心配しながら見てたんだよね、うんうん、けどそんな心配はもう杞憂に終わっちゃってむしろ私たちあの排気量大きいバイクをあの後ろになんか連れて一番先頭を走ってくれたんですよ、うん、あれみたいなこれスクーターだよね 300cc だよねみたいなぐらい本当ね大型と遜色なくあのしっかり走ってくれたので、うん、なんか逆にちょっとニヤニヤしちゃうっていうかあれってねいやだからそれくらいもうターだからって侮るべからずというか、うんうんうん、あの乗っててもしっかり運転することも楽しめるバイクなんだなっていうのは思いました、うんそうそううん、はい今回ベスパのことを紹介させていただいたんですけど正直このベスパのことを知る前まではちょっとお高いメーカーっていうイメージがあったんですけど、うん、実際こう勉強してみてこう女性のためにいろんなことを考えて作られたバイクって知って、うん、なんかすごいなと思ってしかもその技術が今でもいろんなメーカーでも使われている技術もあったりするのがなんかいいなって思いました私もあのおしゃれなだけじゃないっていうところがすごくいいなと思ってて、うんで昔ながら発売当初のままの部分を残しつつもあの新鮮さを失わないようないろいろな新しい限定モデルを出したりだとかそこのなんか今と昔のミックスしてる感じその部分がすごい魅力的だなと思ってそれが本当になんだろう不思議な魅力でもあるなって私は思いましたベスパに乗るときはいつもよりちょっとおしゃれして女性ならね、うん、あのリップもちょっと濃いめのリップ塗っちゃったりとかしていい、ねうん、そんな風にあの生活の中の一部なんだけど少しなんかときめきを持って乗ってもらえたら、うん、よりベスパと過ごす暮らしが楽しくなるんじゃないかなって思いましたこの動画を見てベスパの世界観をより知ってもらえたと思いますこれからのベスパにもぜひ注目してみてください。